アラン・ベネット・クルーガーは、アメリカ合衆国の経済学者、プリンストン大学の教授であり、全米経済研究所のリサーチアソシエートでもある、バラク・オバマ大統領の大統領経済、諮問委員会の委員長も務めた。クルーガー氏は、米経済や労働市場が治癒しつつあることを示していると指摘。雇用情勢の行方は11月の大統領選を左右すると見られているだけに、 政権の取り組みが身を結びつつあるとの考えを強調した。一方で、欧州の政府債務危機などの影響で、世界経済は脆弱な状態が続いているとの認識も示し、米国内の需要を増やすなど我々が取れる対策を打つことが重要だと語った。具体的には、昨年12月末の期限切れ直前に、米与野党が合意した給与税減税の2ヶ月延長について、 今年末まで伸ばす必要性を強調。また、インフラへの投資を増やし、教師や警官、消防士の雇用を維持するために、米国の各州や地方政府を支援することなどを挙げ、これらは、米経済が今必要としている一種の治療薬だと、語った。欧州危機については、9日に、独仏首脳会談が開かれることを念頭に、欧州連合のリーダーたちが、 問題に対処する対策を取ることが重要だ。彼らは早く行動する力があると、欧州が自発的に危機を封じ込めるよう促した。ありがとうございます。